ちは、川野ゆうまです。今回の動画ではですね、一杯のコーヒーのうち何円がコーヒー生産者に渡っているのかっていうのを実際の数字を含めてお話していきたいなというふうに思っております。コーヒーの生産とか貿易、流通っていうのはかなり昔からずっと行われてきていて、それこそ植民地時代1700年代とかから今に至るまで行われ続けてきたんですけども、当時はですね、生産国で作ったコーヒーを消費国で価値をつけて売る、楽しむっていうところで、どっちかってこう搾取するような構造があって、で今に至るまででこうフェアなトレードとか、あとはスペシャルティコーヒー、シングルオリジンコーヒーって言われるような豆ごとの個性とか風味の豊かさっていうところを評価して、美味しい分だけ対価が渡るようなコーヒーとか、正当な取引がなされるようなコーヒーっていうのは増えてきているんですけども、今ですね、僕自身もいろんなコーヒー生産国を回ったり、生産国でコーヒーを買い付けするところに、お邪魔したりとか、インドネシアとかでは実際にコーヒーを生産する精製所っていうのを建てて、そこでコーヒーを作ったりもしているので、コーヒーショップを運営している立場ではあるんですけども、生産国を見ている中で、思うことっていうかね、そういうのも含めてお話していきたいなというふうに思っております。で、まずは一杯のコーヒーいくらかっていうところ、いくらで仮定するのが分かりやすいかってところなんですけど、一杯500円とかが割とよくある価格ですかね。人によっては高いと思う人もいるかもしれないですけど、それはその消費体験次第っていうところで、一般的にスペシャルティコーヒーとかハンドドリップで一杯ずつコーヒー作ってくれるお店行ったら、500円ぐらいで楽しめるっていうことが東京とかでもね、普通かなというふうに思うんで、一杯500円で考えていきたいと思います。で、500円のコーヒーのうちの、何円が渡ってるのかっていうところになるんですけど、一杯分のコーヒーを作るのに何グラムの豆を使うかっていうところになっていきます。ここからは入れながら、実際にドリップしながら、ちょっとね、お金の話っていうか難しそうな話になるんで、ちょっとでもこう入れてる様子見てもらいながら、気軽に、お話聞いていただけたらなというふうに思うんですけど、一杯のコーヒーで、僕は普段 14g か 15g ぐらいの豆を使います。割と一杯 15g みたいな計算って一般的かなというふうに思うんで、一杯分500円のコーヒーを作るのに 15g の豆を使うっていうふうに、考えて計算していきたいと思います。豆を引きながらね、15g の、焙煎豆、これがいくらかっていうところは、他のコーヒーショップとか、焙煎を行っているロースターって言われる人たちから豆を、業者価格、卸価格で、購入する場合、だいたい相場としては1キロあたり4000円とか、スペシャルティーコーヒーではよくある価格かなっていうふうに思うんで、4000円として考えていくと、1キロ4000円のコーヒー豆を 15g 使うっていうふうに考えると、60円がコーヒー豆代っていう風になっていきます。これ以外にカップ代とか、抽出する人の人件費、お店の家賃、税金、水道光熱費、もろもろで、お金はかかって、いくんですけど、それで500円になっていくんですけど、そのうちの60円っていうところがコーヒー豆代になっています。で、その60円となっている 15g の焙煎されたコーヒー豆を、用意するのに、17g のコーヒー生豆、焙煎する前の豆ですね、これが必要になってきます。で、このなんで 17g なのかっていうと、焙煎することでコーヒーって基本的に水分が飛ぶので重さが減るんですよね。この辺は焼き方というか焙煎度合いによって、深い方がそれは飛ぶし軽くなるし、浅めな方が重さはあまり飛ばないんですけど、僕たちの焙煎で言うと、だいたい 1kg の豆を焙煎すると 87% ぐらいになりますかね、 870g に、重さが減るっていう風に考える。その計算で言うと、 15g 割る87% を計算するとだいたい 17g ぐらい。なので 17g の生豆が必要になります。で、生豆の価格も本当にそれぞれというか、生産国もしくは品種、あとはグレードとか、あとは珍しさっていうところで、例えばケニアなんかはね、1キロ1800円とか2000円とかっていうのもあるし、品種もピンクブルボンとか芸者っていう風な品種になってくると2000円超えて、芸者とかだったらね、1キロ本当に高いもので1万円とかっていうものもあったりするんですけど、気軽なスペシャルティコーヒーってところで1200円とかはよく、あるかなと、僕たちも買ったりすることが多いかなっていうふうに思うんで、1キロ1200円の生飴で 17g 分必要っていうふうに考えると、だいたい20円になります。なので1杯分500円のコーヒーを作るのに、生飴としては20円の、原価っていう形になっているということですね。これは日本でコーヒーを焙煎して提供することを考えると、日本の商社で売られている、価格になります。ドリップは 14g の豆に対して 230g のお湯でドリップして、サイクルっとしてから、
まあ、1分50秒で注ぎ切って3分前ぐらいに落ちきるかなっていうような感じでいつもドリップしております。でそんな感じで、17g の生飴20円っていうふうに考えて、これは国内で商社が提示している価格で、これは、生産国、例えばエチオピアだったらね、エチオピアに行ってエチオピアの現地の価格がもっと低いわけなんですよ。商社っていうのは、船代とか倉庫代とか豆の買い付けに必要な、まあ、人件費とか含めて安く現地で仕入れたものを、まあ、正当な、マージンを加えて、消費国で販売するっていうことをビジネスとして行っているので、じゃあ現地ではいくらで、商社に売られているかっていうふうに考えると、大体ですね、本当にまあクオリティによるんですけど、一例とすると1キロ700円とかはまあいいコーヒーとしては、あるんじゃないかなと思います。これはまあ本当にスペシャリティコーヒーのフレーバーが素晴らしいコーヒーとして1キロ700円っていう例があるかなと思います。まあ大体1ポンドとかで計算することが多くて、1ポンドって 450g なんですけど、 450g で3ドルとか 3.5 ドルとかっていうふうに考えると、まあ大体1キロにして700円ぐらいですかね。なので、エチオピアだったらエチオピアの、まあ、最後船積みして、で商社さんに送るっていうこの段階での、まあ、価格が、1キロ700円とか、まあすごいいいもので800円とかってのもあるかもしれないですけど、大体そんなところで、それが、すごいややこしいんですけどね、1キロ700円だとした時の生豆 17g 分、まあ1杯分ですよね、だと大体12円になります。なのでエチオピア国内で出来上がったコーヒー生豆で言うと、12円で、その12円のうち最後6円がコーヒー農家さんに渡っています。これはどういう計算かっていうと、コーヒーチェリーの価格って大体、まあエチオピアの場合とかで、話すと、各村というかね、小さいコミュニティによってミニマムのプライスっていうのが、政府によって決められているんですけど、大体1キロあたりのコーヒーチェリーで40セントぐらい、40から50セントぐらいなんですね。なので日本円にすると50円っていう形になるかなと思います。で、コーヒー生飴を、17g 作るのに何グラムのコーヒーチェリーが必要かっていうことを考えると、まあコーヒーチェリーも皮むいて乾かしたりすることの重さも減るし、あとは熟度とかで選別してトップグレードのものだけを集めるってなると、その分まあ減っていくので、何パーセントくらいに減るかっていうと、だいたい 10% から 15% ぐらいになるかなと思います。チェリーの重さの、15% がコーヒー生豆になるというふうに考えると、 17g 割る 15% をすると 113g のチェリーが必要で、 1kg あたりのチェリーが50円だとすると、だいたい6円ぐらいの、価格になります。なので1杯のコーヒー500円のうち、一例で言うと6円がコーヒー生産者に渡ってるっていうような、まあ、そのぐらいの数字の計算になるかなと思います。コーヒー、まあ、できたので飲んでいきたいと思います。今日はエクアドルのコーヒーを入れてみています。ものすごいジューシーで爽やかなコーヒーで気に入ってます。うん、爽やかで、でも後味甘くてうまいですね。で、まあ、続きを話していくんですけど、まあ、考えていくときに、まあ一つ、うん、まずどこからが生産者なのか、どこからどこまでが生産者なのかっていうのは、あるんじゃないかなと思います。っていうのは、じゃあこの6円っていうふうに言ったけど、現地で精製し終わった後のコーヒー生豆の価格が12円になってるわけなんですよね。で、このコーヒーチェリーを収穫する、まあ一般的に生産者っていうふうに言うと農家さん、チェリーを育てて収穫する人のことを生産者っていうふうに思うかもしれないですけど、コーヒーの美味しさを作ってるっていう意味では、収穫した後の後処理の精製って言われる工程はすごい大事で、ここのまあ良し悪しで大きくクオリティも変わるんで、収穫した後のチェリーを最後精製する、皮むきして発酵させて洗って乾かす、これをコントロールする人たち、この仕事もとてもとても重要で、まあこの人たちも生産者っていう風に含めていいんじゃないかなっていう風に思います。そうするとまあ1杯あたり12円が当たってるっていうようなざっくりした計算になると思います。で、まあこの辺はね、まあもちろん作ってるところには含まれないんですけど、クオリティに関与してるっていう意味では現地の輸出業者の、仕事、いろんな、まあ、山奥行っていろんな美味しいコーヒーを見つけてきたり、それをロット分けしてちゃんと整理して商社とつないで交渉してっていうことを行ったり、で、それを運ぶ商社の人たち、運んで国内に持ってくる商社の人たち、この、まあ、船の手配とか、あと船の中でのクオリティの管理、あと持ってきた時の倉庫での管理とかっていうところも少なからずクオリティに影響するし、ここのスピード感とか仕事っていうところで美味しい、いいコーヒーが美味しいままちゃんと焙煎するところに渡るのかっていうクオリティを担ってる要素でもあるので、まあさすがに生産者っていう国には大きいかもしれないけど、まあリスペクトすべき本当に素晴らしい仕事をしていて、商社や輸出業者があるからこそ僕らはコーヒー美味しく楽しめてるっていうのは忘れちゃいけないかなと思ってます。で、まあこう聞いていて、6円っていう数字とかね、まあ12円にしてもいいんですけど、その数字を聞いて
まあみんなが思うであろうことは、安いのかみたいな、安くないかみたいなことを思うのも当然なのかなと思ってはいるんですけど、まあ次のテーマとしてこの一杯あたりの生産者にわたるコーヒーの価格が6円っていうのは安いのかっていうのをちょっと考えてみたいと思います。で、6円っていうのは決してまあ安いとは言えないとは思っていて、まあ日本の物価とか日本人の給料の感覚とかからすると確かに安いと思うんですけど、まず物価は大きく違います。例えばエチオピアで考えると、まあエチオピアっていうのはね、コーヒー生産国の中でもかなりこう物価は安い国ではあるんですけど、月収、平均月収は都市部とかで1万5000円ぐらいなので、まあ農村部とかに行くともう少し平均月収低かったり、基本的に自給自足とかで暮らしてたりするので、商品作物、例えば服を買ったりとかする、お金を作る作物としてコーヒーを作ってるっていう感じで、裏庭栽培的に作ってたりする中で、じゃあ6円、これが安いのかっていうふうに考えると、エチオピアとかで考えると、まあこう、農家さんの小屋があって、その裏手に、バーっと、まあ庭があって、そこに穀物とか食べ物とかと一緒に、コーヒーも育ってる。まあ、そのコーヒーの木の量とかっていうのは農家さんによって違うんで、育ってない農家さんもいるんですけど、だいたい平均すると 0.7 ヘクタールくらいっていうふうに言われたりします。で、1ヘクタールでコーヒーの木っていうのは、いい感じに余裕持って1000本割って、ぎゅうぎゅう詰めで植えると3000本くらい割るっていうふうに言われてるんですけど、エチオピアでまあいろんな作物と一緒に育ってるっていうふうに考えて、0.7 ヘクタールで500本くらいあるっていうふうに考えて、で、1本あたりのチェリー、大体普通は1本あたりのコーヒーの木から5キロぐらいのコーヒーチェリーは収穫できると思うんですけど、エチオピアの場合は、まあメンテナンス、剪定とか肥料とかっていうのは全然やらずに育っているので、まあちょっと収穫量減って1本の木から3キロのチェリーが取れるっていうふうに仮定しても、500本あれば 1.5 トンのコーヒーチェリー。で、それをチェリー1キロあたり50円で販売すれば7万5千円の価格になるわけなんですよね。で、平均月収都市部で1万5千円の中、1、2ヶ月の収穫で7万5000手に入るというのは、もちろんその 1.5 トン積むなんていう作業はものすごい大変な仕事なので、まあ、そこは、考慮しなきゃいけないんですけど、額だけで言ったら別にすごい安いかっていうと、割とこうちゃんと妥当になるように政府だったり、管轄の自治体っていうところがちゃんと見て、少なくともこの価格以上になるようにちゃんと農家さんが貧しくならないようにっていうのをコントロールして、いたりもするので、そこは大丈夫かなっていうふうに思ったりもします。まあなんだろうね、どっちかっていうとそういう風にこう、貧しそうとかかわいそうとか、もちろん経済は違うし物価も違うんで、日本から考えたらそれは、お金の量とか、物価は違うので生産国の方が低かったりするんですけど、それをだからといってかわいそうかなんかわかんないというか、かわいそうっていうレッテルを貼ること自体がかわいそうにしてしまっているのかなと僕は思うので、なんかこうその現地に暮らしてもない僕らが、それがなんだろうな、まあ改善できることはもっとたくさんあるし、もっともっと上がることはすごいいいことだと思うんですけど、すごいこう 不幸せかとか、なんかそういう目で見る必要はないのかな。むしろ現地では彼らは彼らなりの方法で幸せに暮らしている中で、コーヒーがもっとどうやったら持続的になるか、もっとそこでどうやったら幸せだったりお金っていうのを増やしていけるのかっていう話で、まあ、ポジティブな面を捉えればいいのかなっていうふうに僕は思ってはいるんですけど、まあ、この辺は捉え方次第かなとは思います。で、その肝心な、じゃあこの6円っていうところも含めて生産者に渡るお金どうやったらもっと増えるのかっていうのを考えていきたいと思います。で、まあ、単純にじゃあコーヒーショップでの販売価格を500円から600円、700円、1000円っていうところに上げていけば、生産者への取り分が増えるのかっていうと、そういうわけじゃないと思います。まあなんでかっていうと、基本的にコーヒー豆の、買い付け価格、まあ、要は現地の輸出業者で提示されているコーヒーでいうと12円で売られる、まあ、この12円っていうところの交渉っていうのをコーヒーショップが、まあ、行うことは基本的にないんですよね。コーヒーショップにまあ価格交渉の、まあ、力はないので、なので基本的に商社に委ねてるっていうことがほとんどですね。なのでいくら600円、700円、1000円で売ろうと、どっちかというとコーヒーショップが儲かるだけで、その分、何パーセントさらに上乗せして生産者に渡しますよっていうことは、まあやろうと思えばできるけど、あんまり結構無理やりやるっていう感じになるのかなと思います。それこそコーヒーショップ焙煎する人たち側が直接買い付け、現地に行って輸出業者から直接商社を挟まず買うってことをやれば、その時に価格交渉を自分で行って、僕らこういうコーヒーもっと高い価格で売れるし人気だからもっと払うよみたいなことは話してもいいと思うし、
じゃあもっと高いコーヒーが現地だったらそういうのを買うようにするとか、そういう生産を促すっていうことはもちろんできるんですけど、一般的に考えると価格を上げればいいかっていうとそういうわけじゃない。どっちかっていうと、まあ価格上がることで需要は減るので、流通量が落ちてしまって、流通量が、まあコーヒー豆を買う量がコーヒーショップ側からすると減ってしまうと、どっちかって経済的インパクトは減ってしまうのかな。まあそれでね、コーヒーショップが儲かって2店舗目3店舗目どんどん増やしていって、それで需要を作っていく、マーケット広げていくっていう話であれば、また流通量増えるんで、それもそれでいいと思うんですけど、まあシンプルに価格を上げればいいかっていうと、そういうわけではなかったりするのかなっていうふうに思います。じゃあどういうふうにすれば、生産者へもっとお金が渡るのかなっていうふうに考えていくと、基本的に今コーヒーの生産っていうのはグレード A、 まあ美味しいコーヒーのロットを作ればそれに見合った量をグレード B、まあそうじゃないコーヒーも出てきます。ある意味スペシャルティーコーヒーとか美味しいコーヒー作りっていうのは上積みを救うようなもんで、どういうことかっていうと、まあ熟度選別、熟したものだけをより分けて集めますってことは、より分けた熟してないコーヒーも出ちゃうんですよね。でこの中で密度で選別、沈んだ重いコーヒーだけ集める、じゃあ浮いたものはどうなのかってグレードを下げてまた作るっていうことをやっていくと、まあいいとこだけを寄せ集めて作ったトップグレードがあれば、ちゃんとそれ相応のそうじゃないコーヒーも出ているっていうことなんですよ。これをトップのグレードを A とした時に B とか C とかっていう、まあこの分け方は生成所とか農家さん次第で、まちまちだと思うんですけど、同じぐらいグレード B のものある。でどういうコーヒーが価値が上がりやすいというか、評価されて値段を上げて売りやすいかって、やっぱり一番トップの A のグレードなんですよね。このコーヒーはめちゃくちゃうまいわ、すごいファンがつきやすい、面白い個性を持ってるって、一番看板のトップグレードのものが一番価格が、まあ、上げやすい、変化させやすいっていうところなので、そういう意味ではグレード A のコーヒーを飲む人を増やす、で飲む人が増えたから、消費国側からすれば買う量を増やす、グレード A のコーヒーへの需要が高まるっていうことで、まず一つできる手段としては生産側からすると供給量を増やす。じゃあ周りの農家さんからもっともっとコーヒーチェリーを集めてもらって、今までは買ってなかった農家さんのコーヒーチェリーもあるかもしれない、今まではまあちょっと放棄されてた農園もあるかもしれない、今まではもっと安く、まあ熟度とか気にせず安く売られていたチェリーもあるかもしれない、そういうのをちゃんとまあ提携して、もっとたくさんの農家さんから熟度が揃ったコーヒーチェリーをより多く集めて、より多く生産して供給量を増やすことで、より、トップグレードのコーヒーの量、販売量が増えて、結果的にお金が回る。その時にいろんなコーヒーチェリーを、みんなで買いたくなるので、コーヒーチェリーのところから価格に競争が生まれて、いろんな、まあ、引っ張りだこになるってことですね。トップグレードのコーヒー飲みたいっていうのがたくさん いればいるほど、そういうのを作っていくところの数は限られているので、まあ、競争が生まれて価格は上がっていく。じゃあみんなが欲しいって言うんだったら、ちょっと、50円から55円に上げても買ってくれるよねっていうところで、チェリーの値段が上がっていって、結果的に出来上がるコーヒーの値段も上がり、そして、量も増やすように工夫するっていうのが、あるのかなというふうに思います。で、もう一つ、まあ、関与できるっていうところで言うと、グレード A と B 両方生まれてしまうよねっていうところの A の比率をどうやったら増やせるかっていう工夫もあると思います。この辺は、現地の輸出業者とか、もしくはこっちの買い付けを行う商社が、一緒に、まあ技術を伝えていったりっていうところ、いろんな農園回って見てきている中で、こうやったら美味しくグレード A が作れる、グレード A の、伸びしろを含めてもっともっとこうやったら美味しく作れるとか、積むところからちゃんと赤いものだけを積めば、そもそも B により分けるような比率が減るし、 A の比率増えるよねみたいなところの積み方から含めての、まあ、技術の伝播、一緒に作っていくっていうことは、やらなきゃいけないのかなというふうに思ってます。その辺はまあどういうコーヒーが飲まれていて、どういう美味しさが評価されているのかっていうマーケットを分かっている、まあ、商社とかバイヤー側っていうところが、まあ、その辺の情報を含めてフィードバックするっていうかね、一緒に作っていく姿勢があると、まあ、実際そういうことが行われているし、それこそ今はまあスペシャルティコーヒー飲む人が増えて、どん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 流通量が増えているんで、実際に、いろんな農家さんがもっと美味しいコーヒーを作ろうっていうグレード A の比率を増やしつつ、どうやったら作れるかっていうやり方も含めて、いろんなところから、情報が回って実際に作っているっていう、まあ、まさに今より良くなっている状況なのかなと思います。まあそんなところで、まあ今回は一杯のコーヒーのうち何円がコーヒー生産者に渡っているのかっていうところをお話ししてみました。でまあ6円っていうところ、まあ12円っていうところとかを、まあ一例ですけども計算して、お話してみたんですけども、まあ、僕自身も本当にこの6円っていうところの数字がもっともっとこんな美味しい、こんな感動的なものを作っている生産者なんだからこそ、もっともっとこう、なんていうんですかね、スポットライトが当たってリスペクトされて、ちゃんと続いていけるように潤っていってほしいなと心から思っているんですけど、じゃあそのために僕たちは何ができるのかっていうことを最後考えてみたいと思います。で、まあ何ができるかっていうとね、まあそんなに
大きくはできないんですけど、コーヒーショップ側、まあもしくはロースターっていうかね、伝える立場の側からすると、やっぱりこういう個性があるコーヒーとか、生産者がまあこう心込めて作った、トップグレードのコーヒー、ここの部分、まあ価格が上がりやすい、需要が上がることで価格が上がりやすいっていうところの部分のコーヒーをもっともっと知ってもらう、伝えていく、楽しむ人を増やすっていうことが、まあ一つ橋渡しとしての大きい使命かなというふうに思っています。まあもちろんね、この辺は別にそこを広げなくてもいいやっていうのはコンセプト次第なんですけど、僕はもっともっと、そうですね、まあ、こういうコーヒーもあるよっていうのを知ってほしいし、一部のまあ限られた人たちで楽しんでもらえればそれで十分っていうか、まだまだ飲んだことない人に少しでもファンになってもらえるような要素があると僕は思っているので伝えたいと思ってるんですけど、まあそういうふうに発信していくっていうことで、ファンを増やして需要を、作っていくっていうことと、あとは、まあ、その中でどんなコーヒーのニーズ需要を作るのかっていうのもあるんじゃないかなというふうに思ってます。それ例えば特殊生成、特殊発酵系の、まあ、かなり特殊的な、わかりやすくキャッチーなフレーバーがするコーヒーを、出して伝えて、それで、まあ、心を静かみにするというか、こんなコーヒーもあるんだっていうのでファンを増やすっていうやり方もあると思うし、一方でそんなコーヒーだけになってしまうと、特殊生成とか特殊発酵ってどの生産者もできるわけではないよなとか、どんな生産者にインパクトを与えられるんだろう、応援できるんだろうっていうことを考えた時に、まあみんなが一般的に行っている普通のっていうかね、馴染みあるウォッシュドとかナチュラルっていうような作り方のコーヒー、こういうのも日常使いとして揃えて、最終的にそういうところに誘導するとか、まあなんかその辺の組み立て、ラインナップっていうところはお店によってコンセプトがあって、ちゃんとみんな考えながら、どういう生産を応援しよう、どういうニーズを作ろう、コーヒーって言ってもいろんなコーヒーの楽しみ方や味わいがあるので、どういうコーヒーを伝えれば生産が持続的になるのか、どういうコーヒーを伝えるとお客さんは楽しんでくれるのか、ここのバランスを考えながらお店は、伝えていこうっていうのがあるかなと思います。で、じゃあ飲む人はどうすればいいかっていうと、まあ言ってしまえば、まあそんなに深いこと考えず美味しく楽しめればいいかなと思うんですが、考えるとすれば、まあその飲む側もどういうコーヒーを飲みたいか、どういうコーヒーを飲んでどういう生産を応援したいか、どういうコーヒーを応援したいかっていうことが、まあある意味この取捨選択が、自分の応援だったり、この流通っていうところに関わる、自分の意思の表明になるとも思うんで、こういうコーヒーもっと、増えてほしいな、こういうコーヒーを応援したいなっていうのを、まあ、選んで買うっていうことに最終的にはなるんじゃないかなとも思っています。とはいってもね、まあまずはいろんなコーヒー飲んで、いろんなコーヒーを楽しんで、こんなコーヒーの楽しみ方もあるんだっていう中で自分の好みを見つけて、じゃあこういうコーヒー好きだな、じゃあこういうコーヒーを作ってる人たちもっともっと続いてもらうためにこういうのを買い続けていくみたいなことは、実際に目的にする必要はないと思うんですけど、結果的に買ってるコーヒーっていうのはお店はより取り寄せて取り揃えるようになるし、ニーズがあるコーヒーっていうのはより、まあ、生産側にそういうの作ってほしいとか、そういう生産者がにお金が回ったりとか、影響が少なからず1杯 15g 分の豆といえども影響はあるので、まあ、そういったところは結果的に生まれてくるんじゃないかなと思います。でもまあそういうふうに肩の力を入れて、なんか頭で考えながらコーヒー楽しむっていうのはすごいこうあまり本質的じゃないというか、楽しくはないので、まあ、結果的にはね、本当にいろんなコーヒー飲んでゆるく楽しんでいけたら、もうそれだけで、いいのかなと。で、その、こんな楽しみもあるよとかっていうのをお店側が、気軽に楽しく伝えていけたらいいのかなっていうふうには思っています。まあ、そんなところですかね。こういうところをまあ、より工夫しようとしてるお店とか、ロースターとかっていうのは、さっき最初にお話したみたいな感じ、直接現地で買い付けをして、こういうところを、価格が、いくらがいいとか、こういうコーヒーを応援しようとかね、直接やったりもするんですけど、まあ全員が全員そういうわけではないし、そんなことって結構難しいことだったりするので、まあ今回お話したような流れが一般的なのかなと思っております。まあ、今回のお話、ちょっと久しぶりに、コーヒーの流通というかね、お金含めたお話をしてみたんですけど、まあものすごいこう重要なテーマだと思うんで、今後もまたこういった流通の話とかお金の話とかっていうのもしていきたいなというふうに思うので、まあ、今回の動画良かったなというふうに思ったら、ぜひチャンネル登録をお願いしたいと思いますし、もしこんな動画を見てみたいとか動画のリクエストがありましたら、コメント欄に感想を含めてね、お待ちしております。そんなわけで、まあ、締めくくりとしていつも通りになってしまうんですが、まあ、結局いろんなコーヒーがあっていろんな楽しさがあるっていうことが大事ですし、生産者あってこそのコーヒーなので、僕ら飲み手としては本当に気軽にいろんなコーヒーを楽しんで一緒に、まあ、コーヒーを飲み続けられていけたらいいのかなというふうに
思っております。一緒にコーヒーを楽しんでいきましょう。